南川さんに聞いたのかな、何を、うん、がやっぱりケイジさんは、うんうん、絶対に心の底で俺をライバル視していると。どこかで育児あるし、まあ、南川さんもそうだしみたいな感じで、うんうん、いやでもあのすごいと思ってるマジで。ほら企画力がすごいじゃない、あいつライブとかもそうやし、ライブとか、ほんで多分 YouTube の配信とかもそんなに始めた時期は変われへんけど、もう気づけばあいつ1万5000人ぐらいな。うわそうか、俺なんか最近やっと1万人超えたぐらいやし。でもすごいっすね、すごいですよね、うん、別に俺の足なんか引っ張ったとって、もうもともと両足がもう地面についちゃってるからさ、もう下がりようがないのよ、そんなそんなことせんでええのにな。あもう南川がペイジさん、この出版社はほぼ文春なんです、僕らは実際弱いですから。これちょっと意味わかんないです、わかんないです、弱いですよくわかんないですね。今ちょっとよくわかんない。多分失敗したんやろうな、多分な。うん、うん、うまいこと言おうとして失敗したんやろうな。どういうことですかね。わかんないですね。あでもな、南川なんか多分俺が南川のことライバルしてるっていうのを、俺が言ったんじゃないっていうのを、うん、風には書いてるよ。国ちゃんええ加減にしてて書いてるよ。いや、俺本当に、もう俺、南川と二人で、回転寿司屋さんに行ったことがあって、はい、よくないっすねもうよくないよね、よくないっすね、なんか人が出ますねそこにね。そうやろ、はい、隙あらばいじってやろうみたいな、あの、うん、何か自分の金の谷になるものはないかみたいなところの恐ろしい出版社根性はな、うん、なんとも思ってないですよ、多分もうペイジさんのこともそのお寿司のこともはい、ちょっとさ国崎君はちょっと自分の意見を混ぜてくるやんか、そこに、うん、いやなそういう悪いところが出てくるよねなんか素材に自分のスパイスをまぶして出してくるからさ、それをバレへんようにここ角があってこうそ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 う相手から見えへんところに自分のスパイスを掘り込んで何とも思ってないですよみたいな、何ともそれ自分のが入ってるやろいや、よくないな、でもよくない、はい、うん、今のでなんか人柄が出ましたね、うん、南川さんの核というか、いやもともとそんな、なおもろかったらええやんみたいなところの悪い部分が出てんやろな。そうっすね、いやでもないな、僕アーシラキさんと、うん、アーシラキさんでいらっしゃるんですけど、二、うん、人で回転、うんうん、寿司行った時に、うんうん、白木さんがもうこっからここは絶対ダメっていう、その130円以上の、うん、絶対行くんじゃ、うん、頼まない、うんうん、でなんか指差すとこうパンってなるような、うん、劣悪な環境の中お寿司食べて、劣悪って言うなよでもその後にちゃんと感謝しかなくて、寿司屋出た時に、うんうん、美味しかったなーって白木さんにすぐ、あごちそうさまでした、またお願いしますって返信してましたから。いやもうやっぱだとしたらそこの家庭の話ここでせんでいいやん別に。なんで巻き込みしてんねんほんま。そう考えるとなんか違いますね、南川さんです、うんね。劣悪回転寿司。回転寿司何やねん劣悪回転、別に回転寿司そもそもあの回転寿司に罪ないし別に、はい、あなんか金と銀の皿は頼まないで本当にでも感謝しかなかったやろ。いや僕は感謝しかなかったですね、うん、それ聞くと。南川は感謝なかったな。いやない、最初から最後までないですよ多分。今も多分なんか今見てないかもしれないですね、もう多分見てないやろ。多分何かの片手まで見ててちょいちょい入ってくる感じやろうな。うん。そういう、ほんまにちょっと国崎くんで悪いよね。うん、前にほんと俺がチャットで入った時も急に南川を悪者にして自分は悪くないですみたいな。この辺の映り見が半端ない。被害者ですよ。被害者なの？びっくりしたんですもん。もう何をどう思って被害者と言ってんの？毎回僕被害者なんですよ、南川さんにおもちゃなんですよ、うん、本当に。なんかライブも出させられるんですよ、いつも。出させられますやって。出させられるんですよ。南川さんの手のひらの上でなんかやられてる。いつもやられる。そうなんよ。ランジャタイ2人で出るの？その南川のライブ。
いや、僕だけですね。あ、そうなんですか。南川さんはやっぱりそう。伊藤は、ちょっと NG、なんかあるんですよね。伊藤は怖いなって、南川さんの中で。そうですね。だから、国崎くんとか、あと、カモメンタルの牧雄は、南川の手駒なんやろうな。おもちゃみたいな。南川さんがもう、もろそうですね。なんかあったらね、もう、牧雄が出てくるからな。牧雄さん、インプロね、インプロの牧雄さんがもう、うん。うん、もうインプロのって言ったら、ほら、もういじってるじゃん。いや、うん、あれはでも、いじるしかないですからね、あんな。そこ認めんのかよ。そこもインプロもいじるし、うんうん、すごいな。インプロ、なんか、もうめちゃくちゃなこと言ってた。インプロがインプロしてて、インプロだからってこの間言ってて。何言ってんだと思ってましたけど。人民の人民のためのみたいな。はい、嫁がこうでこうだからみたいな、うん、それを全部インプロがインプロでみたいなあのすごいね、全然意味わかんない。インプロ誘われたりしないですか？俺は全く多分芝居心がない。要は即興芝居のことでしょ、インプロって。なんか違うって言い張るんですよ、マキュー。え、インプロって即興芝居のことなんじゃないの？それ即興じゃない、インプロだからってこういう、よくわかんない。違うよ、俺そう理解しててんけど。あ、でもなんか違うって言い張りますよ、マーケットさん。インプロはインプロだから。即興でもない、アドリブでもない、その間のインプロ、インプロだから。いや、もうちょっと、金ちゃんの言い方になってるやん。いや、もうその喋り方も、金ちゃんの域まで来てるよ。昔の金ちゃんですけど。うん。うん、聞いちゃダメ、聞いちゃダメの頃の金ちゃん。そう、ダメダメ。だけど、わかんないっすよね、マキオさん、インプロ。最近なんか、ポエムがなんとかみたいなやってない？あ、マキオさんですか？そうそう、ポエムなんとか、ポエトリー。よくわからんけど。あ、ポエトリーリーディングやって、ポエトリーリーディング。ポエトリーリーディング怪しいな、怪しいな。大丈夫か、マキオさん。リーディングとか言い出すとやばいっすからね、もう。ちょっとやばいっすね。ポエトリーリーディングなんやろうな。おぉ。勧誘系のやつじゃないですか。幹部とかまでなってないですかね、大丈夫か。多分ランクがあんねやろうな。うん、ピラミッド型になっててな。ここまで来たらもう遊んで暮らせるからっていう。そうですね、うん。大丈夫かな。何やろうな。そんなことないですけどね。何やろう。芸人ポエトリー流行ってますよねって書いてる。知らん。俺、それだけさ、ツイッターでポエトリーリーディングやってますみたいなの書いてる。それが意味が分からなくて。はい。この間聞けばよかったな、あったから。今情報が来て、詩人が詩を読むんですよって書いてるな。詩人が今のところ登場人物に詩人出てきてないけどな。マキオさんいろんなのに手出しますね。カレーもやってますからね、うん、マキオさん。いや、それをさ、手を出すって言うなよ。マキオカレーってやってますから。ほんまや、それな、載せられて新宿店オープンしたシローは、もうほんと全然儲かってないって愚痴こぼしてたからな。うん、儲からないんですか？それでも。ちょっと待って、これ言っていいんかな、これ。やばいな、これ言ったらあかんのかもしれん。まあいいか。ちょっと暮らせないですって。大丈夫、あいつ、お風呂屋さんでもバイトしてるから。じゃあ、知ってるな、はい。で、睡眠時間削って漫才してるねんって。大丈夫かな。いやでもね、シローが自分の意思でやりたい、カレー屋が気に入ってるらしくて。はい。おー、あれ聞きました、マキオさん、ビッグビジネスのマキって知らないですか、マキオカリ。何それ、国崎出版？南川出版です。南川出版ね。何南川出版、南川さんと、絆の武田くんが、マキオさんと、スラッシュパイルの片山さんって方と飲んで、知ってる知ってる、うんうん、で片山さんってなんか局にその太いパイプがあるから、うん、はい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 、巻き起こりここでどうですか、太いパイプを使ってロケ弁を出さないですかって話になって、うん、ロケ弁って何十個単位で出るからな、そこなんですよね。うん、でそれを聞いた南川さんは、あ、うん、もう成功の道、これさえやってればうん百万とか利益を上げていくと、うん、うん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 、これをやるためには、でも、牧雄君、最低条件があると。もし、その、最大で、500は作ってほしいと、その上下を。
もしこの注文行った時の最大は500、でっかいテレビの時に500は作れるようにしてほしい。500個。でもその南川さんがうわっとなって、くちゃ儲かる、そんな何百個単位のはもう、もう成功の太い道が開かれる。そうやな。うん、じゃあ、牧雄君、正直に言ってくれと。うん、君は今、500個、ね、うん、お上下として何個までなら作れると、うん、って聞いたら、牧雄さんが、2個って言った。本当なんですか？これ本当なんですよ。2個なわけない。2個って言って。おかしいじゃん。さすがに。502個やんな。502個のことやんな。2個です、2個。2個って言って。500抜きの2個？ 502 個じゃなくて？で、なんか多分ですけど、受けようとしたんですね、牧雄さん、そこ。なるほど。嘘でしょ？はい、受けようとしたらしい。でも、なんか、すごい空気になっちゃって、片山さんも、あ、え？みたいなって。はい。だってパニックやもんな。だってそれってさ、200個とかやったら現実的じゃない。はい、で2個言われたから、ちょっともうパニックになっちゃって、あっちも。うん、ま、もう引き返せないから、ずっと2個って言ってて。引き返せんかったん引き返せんかった。で、一回、にらみかさんがうわーってやって、その話を切り替えたらしいんですよ。もう、あ、ちょっと違う話しようみたいな。おう、あのプライドのレフリーみたいにね、こう当てはるなら、うん、ありますか？ってやって、ちょっと待って、一回もこれファイってなって、そこで一回ガーってまたいい感じに盛り上がってた時に、片山さんからもう一回、あ、ま、さっきは、あれもう一度聞かせてくれるって言って、もうワンチャンあったんや。もうワンチャン、最後のチャンスですよ。普通な、普通はもうないけどな。牧雄君、最後に聞かせてくれと、君は何個までなら作れるって言ったら、牧雄さんがこうやって、1個。片山さんは、あ、もうダメだこいつみたいな。501個じゃなくて ?501 個じゃなくて。501個でしょ違う、1個です。本当のもう1個。カレー1つです。1個でこの話がなくなったんですよ、マキオさん。大ビッグビジネスだったのに。でもそれ南川出版なんでしょ、はい、でも、そのと僕はその話してた横でマキオさんも言ったんですけど、本当にその通りって言ってたんで、もう本人が購入してるんで間違いはないですね。マジ、そんなビッグビジネスを、マキオさんビッグビジネスのなんかレール外れたんですよ今、本当にマキオカリーが。そういうところでボケる人間じゃないねんけどな。多分500っていう数がピンとけえへんかったんかな。いや知ってそうですけどね、500。多分あのリアルに100個ですとか言われたら断られそうだったから、ボケてごまかそうとしたんかな。あ、2個って言ったんですかね。おー、いやー、ちょっと今度聞いてみよう。ちょっと聞いてみましょう、マキオカリーが今。いや、嘘つきが誰か分かるから、それで。そうですね。誰かが嘘ついてますもんね、今。誰かが。一応、南川がこれ、チャットしてるけど、あの、シローが儲かってないのは、バイトを雇うから、みたいな。ああ、そっか、人件費を払わなあかんからね。なるほどね。確かに人件費がお金かかるっつってたな。新宿店きついんですよ。一回僕、皿洗いしたことあるんですけど。うん、あ、ほんと？うん。水出ないんですよ。あの、お湯出ないんですよ、あそこ。あら、マジで？冬場がだからめちゃくちゃ手カチカチになっちゃって。バーやのにな、普通に。そうなんですか、ね、水回りちゃんとしてそうやのに。はい。だからお湯さえ出るようになったらバイトもなんか増えると思うんですよ。そこ？きついと思うんですよ、あれバイトの人。確かに水回りな、お湯出えへんのしんどいな。じゃあちょっとこれ、ランジャタイの二人に聞いとかなあかんわ。あ、なんすか。じゃあ、もし次に生まれ変わるとしたら、あなたのお父さんは、藤井ペイジか、南川か。はい。どっちがいいですか？南川さんです、僕。嘘でしょ。僕はみんな
伊藤君。僕じゃあ、すいません、選択肢ないんですけど。うん。岩見さんで。なんで岩見やねん。お願いします。急に急に急に岩見ちょっと待ってくれよ、チャットでこれを究極の選択というのやめてもらっていいかな、これ。これ究極の選択究極の二択っていうのやめてくれる？それはそれで。究極でも何でもないやろ。いい音なんでしょうね、でも。多分二人とも。そうやろうな。南川もちゃんとやってるからな、言うても。はい。ね、歌詞つけってなんかこういう感じなんですか？いや、普通に絵本読んだりとか。うわー、そうか。絵本読んで、で、まあ。保育園とか行ってきたら今日保育園でどんなことしたみたいな話をしたりとか。めちゃくちゃいいっすね、うん、そんな感じかな。なんかそんなでもそんながっつり恥ずかしいけど、そんなごめん、そろそろ終わります。いきなり終わりました、はい、ありがとう。よかったらまた出て。もうなんか、うん、すいません、僕らの話ばっかり。とんでもない。いや、そのために呼んでるから、うん、ごめんなさい。僕らのどうしたの、マネージャーさんが、うんうん、ページさんの高校の軽音部時代の後輩。ああ、そうやね。はい。そうそう。アメミヤやろ。そうそうそう。うん。なんかずっとギターとアンプ持ってたって聞いてましたよ。ギターにアンプだけつないでその移動してきたって言ってました。そう。常に持ってたっていう、はい。アンプが届かない場所には行かなかったみたいな。いや、それまたいじりに来てるやん、ほんま。これガチで言ってました。本当にそのギターから離れたとこ見たことないって。はい、一応こういうねちっちゃいミニアンプとかもあって電池で動く、はい、そういうのを腰とかにつけてさ一応視聴覚室があって、でそこが要は練習場所やってんけどさ、そのほらオタクのとこのマネージャー、はい、アメミヤって、俺が3年の時の1年やん。そうなんす。そう、ほんでさ、ボランジャーだ知ってるかどうか分からない、ラウドネスのコピーとかやっててさ、で要は高1やのにさ、ベースって指弾きあるじゃん。はいはい。で、まあ、上手い人とか、まあ、普通にさ、まあ、こう、人差し指、中指、薬指とかあんねんけど、アメミヤとか小指まで使ってさ、だから結構、もう連打とかできて、めちゃくちゃうまかったのよ。そうなんですね。めちゃくちゃうまかってんけれども、途中でやめてラグビー部に入っちゃったのよ。うん、なんで？そう。いや、うまかったのよ。で、それが、いつやったかな？なんかもう、2年前だか3年前とかに、普通にどっかの現場で覚えてますかって言われて、はい、雨宮ですって言われて、と思って。いや、すごいな。もうそれこそ二十数年ぶりの再会やったからね。そうなのよ。今、グレープのな、マネージャーって。マネージャーで。すごいね、グレープのマネージャー。もともと芸人もいるしな、サンドイッチマンのマネージャーは。はい、はい、はい。林くんはな、もともと名古屋道やし。よろしく言っといてね。あ、よろしく言っときます。うん、雨宮さん好きなんですよね、なんか。ん？うんうんうん。この間、ダパンプと喋ってましたよ、だって普通に。その知り合いの感じで？知り合いの感じでしたよ。何あれ？どういう経緯があってんやろな。わかんないですよね。なんかね、もともと音楽の、ね、事務所の。あ、ダパンプとか、イッサさんと喋ってました。うん、あ、そう。まあ、人に歴史ありなやな。うん。ありがとう。本当、今後とも、これは言うとくけど、ページは切れないですから。うん、もうこれだけは言うとくから、もう本当に。忘れない、それは。俺の切れるエピソード聞いたら、それは嘘だと思ってください。ただじゃあ。もう本当、南川出版かスパローズ出版。もうここから出てるやつですから、これ。うん、じゃあ聞いたら、真っ先にページさんに確認すれば、もう。いや、確認してくれたら、ちゃんと事実関係を明るみにしますんで。ひょっとしたら中には、あーん、切れたかもしれんっていう時があるかもしれんけど。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、またぜひとも、また絡んでください。お願いします。ありがとうございます。お願いします。すいません。また、今度はそっちのチャンネルにもね、お邪魔させてください。この間短い時間やったんで。はい。うん、というわけで、本日のゲストは、ランジャタイのお二人でした。どうもありがとうございました。お願いします。ありがとう、ね。ありがとう。またお願いします。あ、出る。あ、これだ。すいません。失礼します。いいよ。ありがとう。あ、どうもありがとうございました。で、チャンネル登録とかね、まだの方いらっしゃったら、ぜひともちょっとポチッとお願いします。あと、いいねとかもしてください。今日はたくさん500人超える方来てくださって、どうもありがとうございました。またね、
あの、よかったらあの、ランジャタイ出ない時も見に来てくれる？ありがとうございました。では今日はそろそろ終わります。遅くまでお付き合いいただきどうもありがとうございました。